本日は、横浜国立大学大学院環境情報学部の入試説明会にご参加いただきありがとうございます。私は環境情報学部長の大谷です。本日はですね、まずは、環境情報学部の概要について私から説明させていただき、その後ですね、学務委員長であります森先生からですね、入試の具体的な説明をしていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。まずは、環境情報学部の概要について、ご紹介します。環境情報学部はですね、平成30年度に、開祖いたしまして、この3つの専攻からなっております。人工環境専攻、自然環境専攻、情報環境専攻ということになります。この中身も後ほどちょっと説明しますけれども、環境情報学部っていうのは、その名前の通りですね、環境と情報を基軸にして、分野横断的領域および分離融合分野の教育をより一層強化するという目的を持った大学院ということになっております。科学の専門の人もいれば、機械の専門の人もいるし、環境をですね、生態環境専門の人もいるし、情報の専門の人もいるしですね。で、この分離融合って書いてありますけど、社会学であるとかですね、法学を専門にしている先生もいるというような組織になっています。で、個々の専門分野に特化した知識や技能を備えつつも、ということでですね、それぞれの研究室に皆さん所属することになりますので、その研究室でですね、指導教員の先生から専門分野の知識や技能ですね、これを教えていただくということも、もちろん、あるわけですけれども、それ以外にですね、先ほど言いましたようにですね、かなり幅広い分野の先生方いらっしゃいますので、分野を超えたコミュニケーション力を持った人材を育成するということも考えているということです。どうしても大学院というとですね、専門に特化しがちなんですけれども、そのせいでですね、大学院卒業、大学院修了をした人はですね、使いづらいというかですね、コミュニケーションが下手だというようなこともよく言われる話ですので、環境情報学校としては、そのコミュニケーション力を磨くということも考えているというところですね。で、安心安全な持続可能社会の実現に貢献できる高度専門職業人を輩出って書いてありますけど、これはいわゆるですね、最近よく使われる SDGs って言われるものですね。持続可能な社会を作っていくということになります。一方で、最近、ソサエティ5.0っていうですね、情報処理系って言いますか、データサイエンスを中心としてですね、高度な社会を作っていこうって話もありますけど、そういうですね、今の社会でこうトピック的なところに対応できるような人材の育成ということを目標にしております。で、専攻の構成、入学定員ということですけれども、博士課程前期マスターですね、これは環境情報学全体として173名の定員があります。で、後期ドクターについては33名という定員になっております。で、それぞれの専攻ごとにですね、人工環境はマスター75、ドクター15、自然環境はマスター33、ドクター6で、情報環境はマスター65、ドクター12ということになっております。これ、専攻でですね、その専攻に所属している先生の数がちょっと違いますので、定員にばらつきがあるということですけど、一人一人の先生あたりに直すと、それほど違いはないということになります。
カリクラムと育成人材像っていうふうに書いてありますけれども、先ほど説明のようにですね、人口環境専攻、自然環境専攻、情報環境専攻という3つの専攻があってですね、それぞれ専攻ごとの専門的な知識と技能っていう講義も当然あります。で、それ以外にですね、学部共通科目として環境情報リテラシー科目というのと、環境情報ジェネリックスキル科目というのがあります。で、この専攻のところにですね、ちょっとこうお互いに入れ子になったようなところがありますけれども、まあ、これが環境情報リテラシー科目であったり、環境情報ジェネリックスキル科目であったりっていうのを表しているということになります。で、環境情報リテラシー科目の方はですね、環境情報学部の、他の専攻でですね、どんな教育をやってるのかっていうのの、ダイジェスト版というかですね、概要だけを、知ってもらうということを目的とした科目ということになります。で、ジェネリックスキル科目の方はですね、それぞれの専攻で、共通してですね、基盤としてこういうのが分かってた方がいいでしょということを勉強してもらうのを環境情報ジェネリックスキル科目というふうに言ってます。中にはグローバル化演習っていうですね、異文化体験というかですね、外国の人との交流といったようなことを目的とした科目というのもあります。で、そういうものを通してですね、この縦割りになりがちな社会の横串となって活躍する人材を輩出するということを考えているわけですね。次にそれぞれの専攻について簡単に説明します。まずは人口環境専攻です。人口環境っていうと、耳慣れないというかですね、ちょっと分かりにくいかと思いますけれども、人と物が作る環境ということでですね、これは人工的な環境であるということになりますので、人口環境と称しているということです。で、その人工的な環境をですね、これの安心安全を目指して、科学技術の社会実装における課題を発見し、解決に導ける人材を育成しますというふうに書いてありますけれども、基本的にものづくりの研究をやってる先生が結構多いんですけれども、それのですね、安全ということをやってる人もいますし、いかにですね、そのものづくりを社会で実装するかということで、この技術経営とかですね、経済学いったようなことを、やってる人もいるということですね。で、本当にこの環境科学とか環境学っていうことで、環境に与えるインパクトの研究をやっている人もいるということになります。で、教育分野はですね、大雑把に、こんな感じですね。安全工学、環境科学、技術経営学、経済学、環境学といった分野に、分かれていまして、で、この取得可能学位って書いてありますけど、それぞれのどこの分野に所属するかっていうことによってですね、取れる学位っていうのが決まってきます。で、工学と環境学と学術というのが学位としてもらえることになっていまして、このあたり工学ですよね。環境科学は環境と工学というのに若干分かれますけれども、技術経営っていうのはもう学術というのが分かると思います。経済学もそうですね。で、ということで、あと環境学というのがあるということになっております。で、想定される業種としてはですね、就職先という話ですけどね、安心安全なシステム構築や管理に関わる職種ということでですね、これ安心安全というのは当然、環境に対する安心安全というのも含まれているということになりますけれども、ものづくりにおいてですね、安心安全を達成できるようなものづくりができるということですね。で、それを社会に生かせるために、こう技術系とか経済学と、っていうことも分かっているというような人材を育成したいということになります。
次、自然環境専攻ですけど、まあ、自然環境っていうのは分かると思いますけれども、生態系とかですね、地球環境の保全のために、人間社会との関わりを視野に入れて問題解決を図れる人材を育成しますということでですね、まあ、地球環境という意味ですね、この地球科学っていうのもありますけど、で、生命科学、生態学、生態リスク学、で、環境科学、環境法学。いうことですね、環境を守るっていうことにはどうしてもですね、法律的な対応っていうのもですね、考えなければいけないので、こう法学の先生もいるということになっております。で、取得可能学位としては、環境学、で、理学、学術ということに、なります。で、想定される業種としては、環境保全のためのリスク評価や資源開発に関わる職種ということでですね、まあ、この地球科学とかありますので、資源開発とかいうのが出てくるんですけども、これにおいてもですね、環境に配慮するっていうのは非常に大事、先ほど SDGs っていうのがありましたけれども、これに配慮するっていうことが必要ですので、そういうですね、まあ、いろんな幅広いね、知識を持った人を育てるということになるかと思います。で、もう一つが情報環境専攻ということでですね、まあ、こちら情報っていうのが頭についてますけれども、まあ、ネットワークっていうのもですね、今や大事な環境というかですね、インフラということになっておりますけれども、数理化学や情報学の手法によって蓄積されたデータを解析し、社会的価値を創造することのできる人材を育成します。ということで、教育分野としてはですね、情報学、数理情報学、数学、計算力学、理論言語学、数理社会学ということになっております。で、ちょっとこの理論言語学とかですね、数理社会学とかですね、まあ、ここら辺がちょっと文系の要素になっているということで、ここもですね、中で分離融合っていう形が取られております。で、まあ、数学っていうしね、これはもう本当に基礎的なところですね、情報の基礎っていうことになりますけど、そこからですね、いかにこう社会に適応するかというところまでですね、幅広く教育を受けることができるということになります。で、取得可能な学位としては、情報学と理学と学術ですね、文系の部分ではこの学術というのが取れるということになります。で、想定される業種としては、先端的な情報技術の開発やデータ解析に関わる職種ということで、まあ、これは本当にですね、この情報 OK ということですので、こういうところということになりますけども、まあ、情報系と言いつつですね、本当に情報の専門的なっていうかですね、いわゆるデータサイエンスと言われているようなところだけではなくて、それの社会に与えるインパクトというところも考えてやれる人っていうのを人材育成の目標とするということになると思います。ということで、ここまでが概要で簡単に紹介させていただきました。引き続いて、入試の具体的な内容について、森先生からですね、ご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。環境情報学部で学務委員長を務めさせていただいております森です。ここからは入学試験の話と入学後のカリキュラムの話をさせていただこうというふうに思います。環境情報学部のウェブページで募集要項を配布しております。差し支えの募集要項はありません。環境情報のウェブページから募集要項並びに各様式の電子ファイルを入手してください。各様式は片面印刷をして使用するという形になっております。募集対象は令和3年度4月入学の学生になります。博士課程前期で、こちらは修士号を取る課程になりますけれども、一般が若干名、社会人特別選抜が若干名になります。そして博士課程後期、こちらは博士号を取る課程になりますが、
こちらも一般が若干名、社会人特別選抜が若干名というふうになっております。一般につきましては、筆記試験等選抜による選抜になります。こちらは通常の試験になりまして、書類審査、筆記口述試験からなります。社会人特別選抜並びに国費留学生特別選抜については、対象者は例えば社会人特別選抜であれば在職者等になりますが、こちらについては筆記試験はなしで口述試験のみになります。出願から合格発表までの流れはこの図の通りになります。状況によって事前審査が必要な方につきましては、その書類の提出が9月の23日から9月の25日になされますのでご注意ください。そしてこちらは全ての方に対応しますけれども、願書の提出が10月の23日から10月の29日に行われます。そして筆記試験等選抜につきましては、11月の19日から11月21日の間に行われます。合格者発表につきましては、12月の9日になっております。ここで注意事項がございます。今回はですね、筆記試験を行わずに、口述試験のみを実施する選考がございます。また、コロナウイルス感染症の状況が悪化したと本学が判断した場合、筆記試験を取りやめるとともに、口述試験を自宅等から遠隔会議システムより受けていただくことがございますので、ご注意ください。入試出願資格の特殊例におきましては、事前審査が必要な場合がございます。博士課程前期と後期では出願資格が異なりますので、募集要項を必ず参照してください。ここに掲げているのはあくまでも一つの例です。例えば、博士課程前期におきましては、募集要項に書かれているように、例えばですけれども、外国で学校教育における15年の課程を修了したものですとか、短期大学、高等専門学校等の修了者ですとか、大学卒業までに16年を要しない国の大学を卒業後、研究機関などにおいて1年以上研究に従事したものなどがその例になります。で、これらの方につきましては、9月23日から9月25日の間に、環境情報学府係に必要書類を提出していただき、事前審査を受けてください。社会人特別選抜を受験される方につきましても、事前審査が必要になります。こちらも博士課程前期と後期とで出願資格が異なりますので、募集要項を参照してください。ここに掲げている例は、博士課程後期の例になります。官公庁、会社、非営利団体等に正規職員として2年以上勤務などの状況があるという場合になります。で、こちらにつきましては、9月23日から9月25日までに環境情報学府係に必要書類を提出し、事前審査を受けてください。出願に際して以下の点にご注意ください。まず、願書を出す前に必ず希望する指導教員とコンタクトを取り、十分に相談してから出願をしてください。皆さんが行いたい研究と、志望する指導教員の実際に行っている研究が一致しないこともあります。その場合、皆さんにも、それから教員にもですね、不幸な状況になってしまいますので、必ずですね、事前に相談をして、皆さんが行いたい研究が実際にその教員のもとで行えるのかどうかということを聞いていただいて、それに基づいて願書を出していただければというふうに思います。そして、入試の具体的な実施方法については募集要項をよく読んでください。本日のこの説明と募集要項の内容が一致しない、齟齬がある場合には、募集の要項の内容を優先いたします。それから、今回は特別措置なんですけれども、
外国語の試験はありません。これについてはまた後ほど述べます。最後に入試に関する問い合わせは、募集要項、表紙裏の各専攻の問い合わせ教員、または環境情報学部係までご連絡ください。コロナウイルス感染症に関わる特別措置について説明いたします。2点ございます。まず最初は外国語の試験です。TOEIC または TOEFL のスコア証明書による外国語試験の点数を除いて合否判定を行うこととします。それに伴い、口述試験において英語能力を確認するための出題をする場合があります。TOEIC または TOEFL のスコア証明書を提出できるものについては参考としますので、試験当日に持参をお願いいたします。2点目としては、出願手続き書類等についてです。所属の教育機関が発行する出願書類について、入手等に時間がかかる場合には、所属の教育機関から直送することを認めます。その場合、出願書類送付内訳書の確認欄に直送と記載してください。所属の教育機関の窓口等にはあらかじめご相談してください。その上で、直送に必要な郵送料や送付用の封筒を求められた場合には別途ご用意いただければというふうに思います。ここからカリキュラム他について説明をさせていただきたいというふうに思います。皆さんが無事試験に合格し、晴れて入学した場合、どういうことが勉強できるのか、研究できるのかということを説明いたします。まず最初に、博士課程前期について説明いたします。博士課程前期の研究指導プロセスは、この図によって表されます。博士課程前期の標準年限は2年ですので、2年にわたって研究指導が行われます。まず最初は、指導教員グループが発足いたします。本学府は複数指導教員による研究指導体制を採用しております。博士課程前期においては、責任指導教員1名と指導教員1名による2名によるグループが発足し、研究指導が行われます。1年次においては、専攻共通の演習を履修することによって研究指導が進みます。取得する学位の種類を想定した履修計画の指導ですとか、研究の方法論、先行研究の整理の仕方の指導、研究テーマ、研究計画の妥当性を確認指導するなどが行われます。2年次においては、教育プログラムごとの演習を履修することによって研究の指導が進んでいきます。研究内容と侵食度に応じて履修科目を指定する。修士論文の構成について指導を決定する。修士論文全体の論理展開や表現方法の指導などが行われます。そして、学位論文執筆の指導が行われて、実際に学位論文が作成されます。で、最後の段階で学位論文の審査が行われ、最終試験が行われます。で、この試験を行う体制ですけれども、学位審査委員会は責任指導教員を含む3名以上によって構成されます。で、これが大まかな流れですけれども、で、これに加えて下の段にあるようなワークショップによる研究指導が行われます。このワークショップは、専門分野の違いを超えて自己の問題意識や研究の意義を伝え、コミュニケーション能力を身につけさせるというのが目的になっていて、専門分野の違いを超えて研究成果の論理展開と学術的意義を伝えられるコミュニケーション能力を身につけさせるということも、目標になっています。で、これによって学府の広い教員による研究指導が行われます。で、晴れて最終の試験並びに学位審査に合格してますと、修士の学位が与えられるという形になります。
こちらは、博士課程前期の事業科目を表した図になっております。大きく分けると3つのカテゴリーがあります。1つ目は、環境情報リテラシー科目です。これは、環境、情報、社会に対する広い視座を獲得するためのもので、各府共通科目になっております。2番目のカテゴリーは、環境情報ジェネリックスキル科目という名前になっておりまして、これは他者との協働のためのコンピテンスの獲得、イノベーション創出の演習になっております。これも学府共通の科目になっております。で、これに加えて、専攻ごとの専門教育科目があります。専門分野に関する高度な知識と技能を取得するという形になっております。いずれもですね、学位ごとにですね、履修する専門教育科目をまとめた教育プログラムが設定されています。願書を出していただくときに、どの教育プログラムで受験をするのかということを指定していただいて、それに基づいて実際に取得する単位が決まってくるという形になります。次に、博士課程後期について説明をいたします。博士課程後期は標準年限が3年になっていますので、3年にわたってこの図にあるような研究指導をしていきます。先ほど説明しましたように、環境情報学部では複数指導教員制度をとっております。博士課程後期の場合は、指導委員会が発足いたします。こちらは責任指導教員1人に加えて、指導教員2名、合計3名による研究指導がなされます。博士課程後期については、最初から教育プログラムごとの演習を履修して、それに基づいて研究指導が行われるという形になっています。取得する学位の種類を想定した履修計画の立案修正の指導、専門学術誌への掲載受理へ向けて投稿論文執筆の指導、博士論文作成に至るまでの研究計画の立案修正の指導などが行われます。3年次において、博士学位論文の執筆指導が行われるわけですけれども、それが出来上がる頃にですね、博士学位論文の予備審査会というのが行われます。今、執筆中のその学位論文で、実際に順調に学位が取れるのかどうかというのを、まずは審査をします。で、それで OK ということになりましたら、本格的に学位論文を書き上げて、で、最終審査に臨むということになります。それは、博士学位論文の審査並びに最終試験という形で実施されますけれども、学位審査委員会は、責任指導教員を含む5名以上による委員会構成で審議されるという形になります。博士課程前期と同様にですね、博士課程後期においてもワークショップがございます。で、これによって専門分野の違いを超えて、自己の問題意識や研究の意義を伝える、コミュニケーション能力を身につけさせるということと、専門分野の違いを超えて、研究成果の論理展開と学術的意義を伝えられるコミュニケーション能力を身につけさせるという形になって、学府教員による集団研究指導という形になります。このような過程を経て、無事に博士学位論文審査および最終試験に合格しますと、教育プログラムに応じた学位が授与されるという形になります。こちらは博士課程後期の授業科目になります。科目の構成は先ほどの博士課程前期と同じなんですけれども、取得すべき単位数が異なっています。それから開講されている科目も異なっています。網掛けにしてあるところは、博士課程後期については開講されないものになります。それから、取得すべき単位数も違いますので、そこについてはご注意いただければというふうに思います。博士課程前期と同様に、博士課程後期の場合でも、
学位ごとに履修する専門教育科目をまとめた教育プログラムが設定をされています。ここで個別の制度についてお話をいたします。まずは社会人学生向けの長期履修制度であります。長期履修学生というのは、職業を有している等の事情によって標準就業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して課程を修了することが認められたものになります。で、長期履修学生に認定されたものは一般の学生とは異なって、就学年数に関係なく、標準就業年限分の授業料で就学することができます。例えば、博士課程後期の方ですと、標準年限は3年ですけれども、これを6年まで伸ばすことができます。6年間にわたって研究教育に従事できると。ただし、6年分の学費を払わなければいけないかというとそうじゃなくて、標準年限が3年ですので、3年分で大丈夫ということであります。ぜひとも、この長期履修制度を社会人の方はご活用いただければというふうに思います。それから、短縮修了の制度があります。博士課程前期においては、標準年限は2年でありますけれども、本学府では研究業績が優れたものに対して短縮修了を認めています。この場合は、前期課程に1年以上在学すれば足りるものとなります。博士課程後期にも同じような短縮修了の制度がありまして、こちらについては、博士課程後期に1年以上在学すれば足りるものとします。ただし、この場合ですね、博士課程前期と後期を合わせて3年以上という制約はあります。経済支援制度をいくつか用意しております。詳しくは入学後にですね、ガイダンスを受けていただければというふうに思うんですけれども、まずは日本学術支援機構の奨学金があります。それから本学の制度として授業料免除制度があります。それからリサーチアシスタント制度、ティーチングアシスタント制度があります。また環境情報学府の助成院生に対する研究支援奨学金があります。で、これは別団体からの、ものですけれども、日本学術振興会の特別研究員制度があります。で、これ以外に国際学会での発表等を支援する制度と研究を支援するための制度がございます。詳しくは入学後にお話しできる機会があるのではないかというふうに思います。本日は入試説明を最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ぜひとも受験についてですね、ご検討いただければというふうに思います。なお、質問等がありましたら、下記までお問い合わせいただければというふうに思います。環境情報学部係となっております。それでは本日はご清聴ありがとうございました。